ちょっとね、上着を着てですね、かっこよく、はい、はい、あ、ちょっと声の方は昨日あの休止だったということで、あまり出ないんですけれどもということで、じゃあまずストライクから。はい、ちなみに、その型みたいのはいろいろこう皆さん終わりになるんですか。はい、これは今やったのは自分の形で、はい、あとまあいろいろ今のがボックスの構えって僕ら一応ボックスしたんですね、はい、でシザースっていう、はいはい、横ですね、はい、横に出すというこれはストライク、大体そうですね、こんな感じで皆さん型があって、ね、ちょっとこう個人で違うみたいな、そうですね、それも、はい、あの人それぞれもう本当に特徴があるんでね、はい、あの見ていただいたら、はい、そのうちに誰がやってるかっていうのは、はい、あんまり分かんなくていいんですけどね、分かんなくていいけど、はい、黒子なので、はいはい、じゃあそれの型もちょっと楽しみの一つとしてという感じで、はい、ちなみに、まあ、アウト、はいはい、アウト、あ、はい、じゃ あ, あのギリギリのアウト、ギリギリのアウト、はい、はい、なんかちょっとアウトの前に一言入ってある気がする。そうですね、やっぱりそのアウトっていうのを確認して、はい、あのやっぱりアウトっていうアウトだって自分でやっぱり決める気持ちがそこに出発っていう、はい、ヒーズアウト、ヒーズアウト、ヒーズアウト、ヒーイズ、ヒーイズですね、あの英語あんまり分かんないんですけど、一応そういうふうに習ったので、そういうふうに習った、はい、そういうふうにヒーズアウトって言いなさいと、僕の中学時代の英語正しければ、はい、彼はアウトみたいな、そうです、ね、意味だと思うんですよね、はいはい、そういう、そういう意味で、はい、ヒーイズアウト、ヒーズアウト、言ってます、ヒーズアウト、はい、じゃあ次はちょっとセーフを、セーフ、はい、セーフ、やはりあれですね、横に大きくこう、はい、そうですね、明るくと、はい、ちょっとなんかいらっしゃいましたね、選手がね、はい、セーフと横に大きく上げるというのがやはり基本、はい、どこから見ても見やすいと、そうですね、はい、いうことで、じゃあちょっとまもなくちょっと今日のいろいろお仕事もありますので終了になるんですけども、はい。